今をかける、その先に僕たちの未来がある。Go Next。線となる街づくりを展開したいと思って、湯上がりに仕事をしたり、まあ、近くでご飯を食べたり、自宅だけで自分の暮らしを所有するんじゃなくて街で共有するライフスタイルを作りたいって思いで今やっています。銭湯の良さって本当に静かに一人で過ごすこともできれば、会話をしたかったら番台とか常連さんと喋るっていう選択性があるのが重要だと思っていて、一日一回でもこうホッとできるような場所っていうのが暮らしの中にある状態を、まあ、作りたいなっていう思いから始めましたね。銭湯に入って救われた、暮らしが豊かになったって言われる、そういう時が一番嬉しいですね。駆け抜ける道の先に思い描く未来とは、なくなっていく文化とか使われていない地域の資源っていうのをしっかり継承発展させていきたいっていうのは大きいですね。銭湯がある町の豊かさっていうのをしっかり次世代に残していきたい、他の地域にも広がっていけるように取り組みを進めていく予定です。現代がちょっと失いつつあるけど、まあ昔培われていたご近所付き合いみたいなものを現代版ができるといいなと。本当にたわいもない会話とか、ふとした時に人の存在を感じられるとか、これからの新しい暮らしに非常にフィットするんだよっていうのがだんだん伝わっていくといいなと思ってますし、まあ、それができるんじゃないかなと思います、はい、その思いが僕たちの未来を作る。